アキダイとしてはレギュラーですけど、綺麗な鯛、美味しそうな鯛です。癒しながら買って、おきた。田辺さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今回はですね、はい、間口港の喜平島さんにマダイ釣りに。いいですね。久しぶりですね。ね、大好きな大好きな釣りなんですよ。昔から僕たち、ね、小松マダイ釣り大好きな大好きな。だから、まあ、喜平島さんということは、はい、ケンタキ沖。いいですね。しかもなんか多分さ、いい道具持ってますね。新兵器が。あ、僕も持ってます。この新兵器を使ってね、ケンタキ沖のいい鯛を釣りましょう。がっつり行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。ではでは、第1投目よろしくお願いします。とりあえず水深40で餌取り多いから45カド目にして、ちょっとハリスがね、馴染む、ふわーっとこう馴染んで、天秤からハリスが外れたのを見計らって、下から大きく振り上げる。よいしょ。大きく振り上げる。早めの手返しで。ここはね、これ M サイズ、M の80号です。もうね、最近小さめのカゴで、あんまり小松の量を多くしないで、その方がね、長い時間食うので。小さなのが40メーターなんで、ね、今ちょっと餌取りが多いんで、45メーターあたりで止めます。少し仕掛けが潮に馴染んで、P ラインから離れるのを待って、こっからですね。はい、しゃくります。いますよ。ういよ。あんまり出したくないので、このぐらいにして、船長の指示棚が 40m、 ここからさらに 5m 上げます。 35m、 ここでちょっと待ちます。ジョグでキュッ、マセを振ってジョグで糸吹きを取る。これがすごい楽ですよね、ジョグは。あとスマートで 52m の棚にピタッと乗ってドラグを、タイはやっぱり振ってドンと走りますから、ドラグは緩めて糸が出るように、ゆるドラにしときます。お、食ったよ。お、なんか食った。よしお、深いかな。いや、棚取ってハリスナジンダ瞬間に入りましたけどね。おお、このいい音はすごいな、これ。SS の25が一番柔らかいモデルなんですけども、リールっていうよりもグリップというよりリールの後ろから回ってるもんね、曲がってるもんね。全然バレる気がしない。よし。タイ。おお、なんだ？あ、タイだ。一応タイだ。
タイでした。わっぱり食ってました。まあまあアキダイとしてはレギュラーですけど、なんぼ600、700ぐらいかな。ありがとうございます。で今回新発売のリオマスター、SSSM そして MH と、4種類の硬さの調子があります。長さはね SS の255から、SS の3メーター、S と M が3メーターがあります。私今使っているのが M の300、3メーターという長さです。3メーターでありながらなんと軽さは135グラム程度、もう片手で楽々持てる軽さです。とにかく軽い軽いんだけど、だらっとしてるんじゃなくてバットにしっかりパワーがあるんでね、シュッとこうコマセをしゃくったり魚をこう合わせるときにシャープな操作性があります。ぜひねこのコマセのマダイ全国で使えると思います。これね1本ぜひお持ちいただきたい竿です。来ましたー。入ったよ。さあ何でしょう。とにかく竿が軽い。魚が食ってなお軽い。おお。ほらほらほら。おおおい。いいんじゃない？来たよ。青くないと思うよこれは。赤い？いい入りした。いい入りしたね。トーンって入ったもん。はいはい。タイでしょう。タイでしょう、これは間違いなく剣崎のタイ。だいたい穂先よそ見してると入るというね、そうそうそう、このタイ釣りのジンクス。タイ釣りある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 。穂先集中してると入らない、なかなか。いやーしゃーしゃーしゃー、いい重量感、いい重量感。いやいやいや、綺麗な綺麗な子が来ますよきっと。おはようございます。アイシャドウのついた、オーダーサイズ秋台ありがとうございます。おー素晴らしい、来ました、綺麗なタイ、美味しそうなタイです。ごま瀬を振ってジョグ出ます。棚は 20m ということで、今僕が使っているロッドなんですが、リオマスターのマダイのエア、ね、エアシリーズっていう名前のロッドはどのロッドも全部軽い、めちゃめちゃ軽いっていうのがコンセプトになってますけれども、マダイ竿って、まあ、グラスの素材とカーボンの素材、まあ、大きくは2種類あると思うんですけども、やっぱグラスは当然非常に微子の吸収力が高い、やっぱコマセカゴが振られないっていう、まあ、特徴がありますね。その分、まあ、ちょっと自重が重いから比較的置き竿、コマセマダイの基本である置き竿重宝により向いてるかな。逆にカーボンのこのエアーシリーズはやっぱ手持ち、ね、この軽さを最大限に生かした、 113g を最大限に生かした手持ちの釣りにやっぱり有利だと思いますね。あとやっぱり軽さは感度っていうことで、まあ、グリップなんかもここまで細くスリムになってますから、すごく一枚一枚タイが大本当に感度がいいから、スリリングな釣りがよりできるかなと思ってます。こんな感じでね、本当にリールより後ろも全てしなるみたいな、そのしなりを最大限に利用して、まあ、さらに、まあ、カーボンの特性としても、その非常にしなやかなんだけど反発力があるっていうところを利用して、もう竿を立ててるだけで魚が
いなしながら勝手に、人来た。ほら。今手持ちでね、一発で来ましたね。よし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 。こんな感じで、じっくり溜めてやって、ジョグで巻き取る。ぐーっと溜めてやって、ジョグで巻き取る。おー。で、ジョグで巻き取る。こんな感じ。これがいいですね。ほんともう、片手で操作できるし、すげーダイナミック。アンドエキサイティング。おー。上がってきたぞ。よいしょ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 。ここまでもう、リールから後ろまで全部釣り竿みたいな。こう、ポンピンして、ジョグで巻く。持ち上げて、ジョグで巻く。よいしょ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 。いいよクラッシャーみたいな。しっかりね、手持ちで最初のあたりでガンとかけたので、こんな感じで、ね、いいとこかかってるしね、飲まれずにクッと入ったところを綺麗に合わせも効いたし、稲田サイズですけれども、まあ非常に軽量でしなやかで、しかも反発力がある。そして楽しい。このエアーシリーズ、ぜひぜひ。シーボグ 200J にダブルハンドルが登場しました。これはね、私のは DHL 左ハンドルですけども、右左、宮田さんが使っているのが右ハンドル、左右出ました。ハンドルがね、おませまだいにもストレスなく使える長さ、もちろん他のイカ釣りにもですね、十分に使えるんじゃないかと思います。ジョグダイヤルもアルミのジョグが搭載されてますんで、非常に操作性がいいです。ぜひお使いください。20メーターからゆっくり落とし込んでいったら、ドンと入りましたね。なんとなくタイのような。おお。あれ？あれ？なんか走ってて。あれ？君？失礼しました。タイと稲田。からワラサも混じってるっていうことでね、ハリスの補佐さんに迷ったら、ちょっと私気が小さいもんで、こう見えて 3.5 号っていうね、ハリスが出てます。しかも 200m 巻きこれをね使って、タイでもワラサでもかかってこいって感じでいきたいと思います。一回的話題仕掛けのサーフサスですね。こういう感じで丸い面子タイプ、円形の麺粉タイプに巻かれてますので、非常に糸癖も少なくて、あとこの日本針の仕掛けがですね、特徴的なのがこの枝針の部分ですね。こんな感じで編み込み仕様になってて、こうやって幹管をずらせられます。こんな感じで当然編み込みの仕様になってますから、非常に結節強度も保たれてて、もう状況でいろいろ使い分けることができるので、非常に気に入って使ってます。よし、今使ってるのはシャベルビシの速攻なんですけれども、まあ、こんな感じでコマセ入れるところがカセットになってますので、こういう形で予備のカセットを用意することで、ね、これで差し替えてもうそのまま投入しちゃう。非常に手返しが速くなります。おお、シャープ。いや、あら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 、あ、ブッサだー
何これどうよ、またメジナだ、メジナちゃん、メジナ、メジナちゃん、サイズアップ。武士さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか楽しみましたね。面白かったですね。面白かったし、なんせこのタックルがすごかったね。ね、竿の軽さでびっくりした。コマセマダイル本当にね、ますます、はい、進歩してますけど、これはちょっと異次元やったね。もうね、本当タックルの進化は止まらないって感じで、竿は軽くて感度はいいし、はい、リールも 200J ね、ダブルハンドルになって、コマセマダイダブルハンドルありですね。ありあり、すごいやりやすかった。やりやすかった、まあ、ドラグが良かったりね、ジョブがいいのはもう当たり前ですけどね。ぜひぜひ皆さんも、はい、シーズン迎えましたらこのニュータックルでコマセマダイいいタイをね狙ってもらいたいですね。僕たちのように、はい、ガンガン釣っていただければなと思います。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画もおすすめです。チャンネル登録もお願いします。